オサドスリオスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデベタンソスに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は3229人。カスティーリア語表記は、オザデロースリオス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は97.48%。オサドスリオスは、アコルーニャ県の東部に位置し、コマルカデベタンソスに属する。 北は、ベタンソスと、コイロスと、東は、アランガと、南は、クルティスとセスーラスと、西は、アベゴンドの、各自治体と隣接。自治体中心地区は、オサ教区のオサ地区。オサドスリオスは、ベタンソス司法管轄区に属す。自治体市長は、ガリシア国民党のホセパブロ・ゴンサーレス・カチェイロ。自治体表議員は、ガリシア国民党。8、ガリシア社会党。2、 ガリシア民族主義ブロック1となっている。オサドスリオスは12の教区に分けられる。フトジは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。